で今回このディーゼルモデルということなんですけど、何が驚きかってですね、むちゃくちゃ静かなんですよ。ディーゼルの片鱗っていうのを感じないというか、本当これディーゼルなのかなと思うぐらいのですね、あの静けさっていうのが非常に特徴的だと思います。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はレンジローバーオートバイオグラフィーのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですねレンジローバーのオートバイオグラフィーとご紹介ということなんですけれども、前回ですね、黒のガソリン車のですねオートバイオグラフィーのご紹介をさせていただいたばかりなんですけれども、今回はですねディーゼルモデルの、ご紹介ということになります。まあ、前回は色が黒で今回は白ということなんですけれども、まあ、これだけですね、先月今月とこのオートバイオグラフィーのご紹介をさせていただいているわけなんですけれども、今ですねカーセンサーとかグーネットとか、まあ、こういったものをですねサイトで見ていただくとほとんど多分ないんですね。うちが弊社の方でご紹介させていただいている車が2台という感じなんですけど、全国でも多分ほとんどないという感じになってるんじゃないかなと思ってまして、非常に希少な車のご紹介ということになります。まあ、なぜ希少かということなんですけれども、多分ですねいろんなニュースなどで伝え聞かれている方も多いかと思うんですけど、まあ、新車のデリバリーそのものが非常に遅れているというところもあって、特にこのオートバイオグラフィーに関してはですね、まあ、新車のオーダーそのものが受付ができないというふうなことも伝え聞いておりまして、非常にですね手に入れたくてもなかなか手に入ってこないというところがあるというところですね。この車に関してはですね、昨年令和4年の、まあ、9月のですね、登録になろうかと思うんですけれども、約、まあ、半年も経ってないですね、3ヶ月5ヶ月ぐらいかなぐらいの前の新車登録ということになるので、今走行距離もですね、まあ、8000キロ弱という走行距離ということになるんですけれども、まだまだですね、まあ、新車保証継承もすぐにできるという車にもなっているので、探されている方にとってはですね非常にベストマッチな感じの車になるんじゃないかなというふうに思います。こちらのですね、内外装の解説をさせていただきたいというふうに思います。まあ、色がですね、白なんですけど、多分ね、見方によってはというか遠くから見るとソリッドの白に見えるんじゃないかなと思うんですけど、これパールのですね白ということになります。つい先日ですね、このレンジローバーじゃないなランドクルーザーですね、300のですね白があったんですけど、ちょっと色合いが近いなというような感じですかね。で前のですねライトのところが、まあ、ブラックアウトされている感じになってて、この白とですね、まあ、このパールとこのブラックアウトされたこのライトとですね、ちょっとこうチタンっぽい感じのですねこの前のグリルのところがですね非常にこうスタイリッシュに見えるんじゃないかなという感じですね。でフロントのですねこの傷などもですね、近くで見ていただいても全く気になるところがないのかなという感じになっております。で横見ていきたいと思います。まあ、純正のアルミホイールになってて、アルミホイールのですねガリ傷とかは全くない状態ですね。タイヤの目もですね当然8分山9分山あるという状態になっております。で、助手席側見ていきたいと思いますね。この車はですね、まあ、開けていただくとですね下にこのステップがついてるんですけれども、これもですねオプションになっているかと思うんですけれども、このオプションもですねきちんとついているという車になります。でリア3面は、こういったスモークガラスになっているということですね。後ろもですねがれ傷特にない状態で非常に綺麗な感じですね。まあ、非常に綺麗な感じというかもう新車みたいな感じの状態なんで、まだ本当にこうマイナス点っていうのは特にないのかなという感じですね。リアもですねこれすごいこう印象的な感じのですね先進的なリアビューという感じになってますね。ここもですね色が黒になってるんですよね。
なんかこう赤とかではない感じなんですけど、このあたりも非常にちょっと個性的だなというふうに思いますね。で、運転席側見ていきたいと思います。後ろね、ここもガリ傷ない感じですね。で、ドアがですね、こんな感じで、開いてるときはドアハンドルがこう浮き上がってきて、開け閉めができるようになってまして、まあ、閉めるとですね、これが中に収納されるという感じになってますね。で、フロントの前もがれき傷特にないという状態で、非常にこうフロントでもう外装全体で見たときにですね、マイナス点としてお伝えしないといけないというところはないという状態になります。はい、内装を見ていきたいと思います。やっぱね、このステップがあるとないのとでは全くやっぱ違いますよね。乗り込む時も乗りやすさが違いますね。で、ちょうどこう乗った感じもですね、シートがですね、すごい分厚い感じなんですよね。で、こうシートの硬さがすごい適度な感じになってて、ここのですね、背中の部分とかいうのもすごいこう柔らかくてフィットする感じなんですよね。で、これが後からご紹介するんですけど、これマッサージ機能とかがなんかめちゃくちゃ本格的なやつがついてるんですよ。で、これをこの密着度があるからマッサージ機能もより楽しめるというね、感じになるのかなと思います。まあ、さっきね、ちょっと実は運転しながら先にちょっとやってみたんですけど、すごい良かったですね。だからこれ家のマッサージチェアがない方でもですね、乗ってると結構ね、いろんなこうシチュエーションというかね、いろんなそのパターンでマッサージしてくれるとかいうのがあるので、まあ、この辺りもね、すごくラグジュアリーな空間の中で、まあ、おもてなしみたいな、ね、ものが車の中でもあるのかなという感じですね。ちょっとエンジンかけてみたいと思います。まあ、このスタートボタンを押す感じですね。まあ、この車はディーゼル車になるんですけど、どうですかね、このディーゼルの音って全然しないですよね。まあ、こうやって静かに耳を澄ましていただいても全くもってそういう音がしないという感じですよね。で、内装がですね、前のご紹介させていただいたオートグラフィーと一緒で、中がですね、このリアルなウッドになってるんですよね。これもですね、印象的にも今ってやっぱりそのウッド調の内装とかっていうのになったりしてるのが多いと思うんですけれども、以前ですね、ボルボとかかな、もう結構こういう内装をしていることがあったりしたんですけれども、すごくマッチしてるなという印象ですね。で、ナビゲーションもですね、このモニター自体が非常に広く取られていて、これもですね、昔はこのモニターをナビゲーションというふうに呼んでいたことがあったかと思うんですけど、今もスマートフォンでも電話をするだけじゃなくて音楽を聞いたりとか、ナビゲーションに使ったりとか、映像を楽しんだりとかっていう一つのマルチメディア的なですね、要素ってあると思うんですけど、もう車もですね、ナビゲーションは一個の機能として使うけれども、いろんなものをここに集約しているという感じになっていると思うんですよね。でね、結構これ全部説明できないぐらいいろいろあると思うんですよね。見てるとサイドステップのなんかこう調整から、なんかいろんなものが、なんか車両寸法って何ですかこれ。あ、こんなものまであるんですね。なんか普通ちょっといつ使うんでしょうねこれね。こう、すごいですね、ホイールの情報。あ、水中走行検知、まあ、これ一応 SUV なんでそういう使い方もこう想定されているというところですかね。で、なんかこれ全部使いこなすのは結構大変そうですね。
メディア。これ本当説明書をちゃんと読み込まないと、いろんな意味でマスターできないですね。アクセス、車高のコントロール、ノーマル、オフロード。いろいろありますね。メディア音声、ナビゲーション、シート。このシートの中にマッサージがあるとですね、このマッサージを押してみましょう。で、今オンになりましたね。オンにすると今こんな感じでパルスディオとかなってますけど、強さは5で、今このコンビネーションとかホットストーンって多分あったかくなるんでしょうね。腰だけとか背中だけとか、ローリングとかウェーブとかいろいろありますよね。これだけでも結構楽しめる感じですよね。これはもちろん助手席の方にもあるということになってますね。リアもあんのかな。リアもマッサージが、おお、リアもあるんですね。あ、すごいですね。もう前後ともにこう、まあ、シートヒーターももちろんそうですね。リア、フロントという感じである感じですね。まあ、ここの中でいろいろ音楽とかもそうですけど、まあ、これ Bluetooth ですよね。多分 AUX とかも一応多分あると思うんですけど、もうほとんどがね、この中でいろいろ見れると。これすごいですね、これ。なんか、もうここの今の状態でどういう風になってるかとかっていうのが全部見えるようになってるんですね。で、前の方をしようと思ったら、この前の映像、横をすると今横の映像。うお、すごいですね、これ。どうやってこんなしてるんでしょうね。すごいな。オフロード。ここの足回りの設定とか、こういうのも視覚的にできるんですね、これね。ああ、これね、多分ね、ずっといろいろとやっていくと、多分全部の解説ができないと思うんですけど、ものすごくね、細かく設定とかいろんなことができるようになってますね。全部がこの中で集約するっていう感じになってます。で、ナビゲーションとかですね、そういったその運転しながら知りたい情報とかっていうのはこちらの前のですね、モニターを使って、ナビゲーションとか、まあ、そういったものをこう視覚的に見ることができるという感じになってますね。で、そうこうしているうちもずっとこのマッサージを今してくれているという感じですよね。で、もちろんこのリアのですね、このバックモニターは、このようにこうデジタルになっているということですね。で、上がですね、スカイルーフみたいな形になっているんですけれども、非常に広く使うことができるという感じですよね。はい、リアシート見ていきたいと思います。おお、いいですね。リアシートもですね、シートのですね、この座面の感じっていうのが、乗った感じがですね、フロントのシートとほぼ同じような感じのテイストで乗ることができるという感じになってますね。で、これも多分同じように真ん中のですね、ここのところはこの自動でこのように動くようになっているということですね。すごいエグゼクティブな空間になってますよね。いやー、これはすごいですね。後ろ一応下ろしてるんでしたっけ。あ、はい、はい、下ろしてます。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。おお、これは
なるほど。すごいなんかね、全部が自動って感じになってますよね。なんかこれなんかこういうふうにカバーをつけてますけれども、後ろはですね、こんな感じになってて、かなりあの広さもあります。で高さも結構あるんで、あのこうやってあの下にも開くことによって、身長が低い人にもですね、この使い勝手とか乗せたり下ろしたりでもできるようになっているということですね。でこれちょっと隠れてると思うんですけど、ここでですね、全部前とか後ろ のシートをあの倒したりとかですね、まあ、そういうのもできるようになってるんですよね。これとかも、これ今下がってるんですね。これで下げるとこうやって下に下げて乗り降りとかしやすいようにできるとかですね。あとはこれ倒すとちょっと見えますかね。こうやって倒していくと、まあ、前のシートをですね、こうやってあの動かしたりとかすることができるようになってますね。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。レンジローバーのですね、このオートバイオグラフィー、今回ですね、ご紹介させていただくのが、まあ、このディーゼルのモデルということなんですけど、このね、オートバイオグラフィーですね、つい先日こうガソリン車のですね、あのご紹介をさせていただいたことがあったと思うんですけど、これすごいことですよね。今オートバイオグラフィー、この最新の、このレンジローバーっていうのはもう納車が全く間に合ってないというか、もう注文が今新車で入れれないという状態になってて、まずこうあの市場に出ていないという感じの車になるんですよね。まあ、それを立て続けに2台こうやってインプレッションをさせていただくことが、まあ、商品車としてですね、ご紹介できるっていうのは結構すごいなというふうに、まあ、思ったりとかするんですけど、乗り比べができたっていうのもですね、まあ、これすごいなというところなんですよね。で今回このディーゼルモデルということなんですけど、何が驚きかってですね、むちゃくちゃ静かなんですよ。ディーゼルの片鱗っていうのを感じないというか、本当これディーゼルなのかなと思うぐらいのですね、あの静けさっていうのがあの非常に特徴的だと思います。で前回の、あの黒のガソリン車をですね、運転させていただいた時っていうのは、ちょっとこう海岸沿いのですね、あの道で、まあ、これだけこうカーブがきつくないところで、あのインプレッションっていうのがね、させていただいたと思うんですけれども、まあ、こういったですね、あの足回りとかですね、ところでも、まあ、こういった場所で走らせていた時もですね、あの挙動がすごい安定してて、あのすごくこう運転もしやすいですし、あの同乗者にとってもですね、あのすごくこう乗り心地がいいというのを感じるんじゃないかなと思いますね。まあ、足回りがとにかくね、すごい柔らかい感じなんですよね。この SUV で、まあ、よく言われるのが、G クラスですね、G63 とか G400D というような車が あると思うんですけど、あの車自体はですね、どちらかというと、まあ、本格的な SUV で、まあ、ゴツゴツしたような感じの印象が今新しいモデルになってきてですね、あの少しラグジュアリー的な要素が出てきたのかなっていうのがあるんですけど、あのその車と比較するとですね、まず乗り心地っていうのは間違いなくこのレンジローバーにあの軍配が上がるかなというふうに思います。どちらかというとですね、前のガソリン車の時にも言及したかもしれないんですけど、ロールスロイスの、カリナン、まあ、その車にイメージ的には近い感じの乗り味っていうのが、まあ、感じていただけるんじゃないかなと思いますね。まあ、完全なこのラグジュアリーっていう要素がすごい強いという感じですね。これね、今マッサージ機能がねついてるんで、今マッサージしてもらいながらね、今ちょっと運転してるんですけど、動きながらでもこうやってマッサージをしてもらえるっていう感じなんですよね。でちょっとね、この車ってやっぱり四駆でこう長さも
大きいと思うんですけど、ただこのガソリン車のねオートバイトグラフィーの時もちょっと話したと思うんですけど、こう切れ角がものすごく曲がるんですよね。これこういうところでの道で、例えばこのぐらいの広さがあった時にですね、多分ね全開でやると曲がれるんじゃないかな。これ曲がれた、これすごくないですか。これこの車の大きさでこの取り回しっていうのはなかなかですよ。こうやって多分こっからフルで回したら多分くるっと回れるんですよね。まあこれをされてもわからない人はわからないかもしれませんけど、いや結構すごいなと思うんですよ。昔のボルボの V70 とかですね、あの辺りの車ってあの立体駐車場とかで、昔の立体駐車場って今ほどこう広くないというかいう感じがあると思うんですけど、ぐる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 こう回っていくようなところってあると思うんですけど、パチンコ屋の駐車場とかですね、あの上にですねずっとこうハンドルを回したまま回っていくっていうのは、 V70 の場合は途中でこうあの小回りが効かなさすぎて、あの途中でこう切り返さないといけないというのがあったりするぐらい、まあ取り回しが良くないというのがあるんですけど、このデカさでですねこの小回りはたまらなくいい感じですよね。だから街中で乗りたいという、まあ、特に日本の、 あの街中でこう乗っていくという中ではですね、あのこのレンジローバーは乗り心地といい、広さといい、まあ、あの取り回しといい、まあ、とにかく三拍子揃ってるという、ね、感じではないかなというふうに思いますね。でさっきねこう話したんですけど、このディーゼルだったかなっていうのをもう一回車検証を見たくなるほど静かですね。なんかね、昔そのクリーンディーゼルで BMW の初期のディーゼルって結構ガラ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 っていう音があの耳に残る感じの音だったりとかしたんですけど、もうポルシェは当初からあのディーゼルモデルっていうのを、まあ、希少な、ね、ディーゼルモデルっていうのをうちでも取り扱いしたことがあるんですけど、あんまりそういう音がしないなという感じだったんですけど、ただその走るとやっぱりディーゼルのエンジン音っていうのがやっぱりあったと思うんですよね。この車はですねそれすら感じないですね。アクセルをぐっと踏み込んでいってもそういう感覚がないというようなイメージですね。いやここまで言っといてね、実はガソリン車でしたっていうとちょっと笑っちゃいますけどね、まあ、ディーゼルで確認してるんで間違いないと思うんですけどね。まあね、この車でスポーツ走行っていうのは何なんですけど、ちょっとせっかくねパドルシフトとかもあるんで、ちょっとだけねあのペース上げて走ってみようかなと思いますね。おやっぱねトルクがありますね。なんか軽快ですね。これ馬力どのぐらいあるんだろうこれ。うわあなんか本当これ小回りも結構効くっていうのが、こういったそのタイトな峠道でも意味をなす感じですね。なんかね、サイズ感を感じない感じですよねこれ。いやでもやっぱこう SUV でもこんな感じで今走れるんですね、すごいな。はい、いかがだったでしょうか。レンジローバーの、オートバイオグラフィーのご紹介をさせていただきました。非常にですね、まあ、注目度の高い車ということになるのかなというふうに思うんですけれども、今現在ですねやっぱり考えうる、こう高級なラグジュアリー SUV と
というのをですね、考えたときに候補としてですね上がってくる車ということになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、普段ですね、ランボルギーニやフェラーリっていうのを街中で乗るのっていうのはなかなかやっぱり大変なことがあると思うんですけど、日常に乗るというですね、移動するのにこの SUV っていうのは各メーカーがですねいろんな車種っていうのを出していると思うんですけど、街中で乗っていくのに非常に便利なんですよね。高さもあり使い勝手も高くてで、いろんなですね使用用途にも使いやすいとでスタイリッシュ、まあ、そういったですね要素が非常にこう多くあって、その中でですね昔からあるこの SUV っていうふうになってくると圧倒的に歴史があるのっていうのはやっぱ G クラスとかですねこのレンジローバーというのとか、まあ、日本でいうと、ランドクルーザーとかっていうのが代表的なところで出てくると思うんですけどポットでではないんですよね。まあ、そういう歴史をずっと積み重ねてきて、こういうふうに熟成してきている車ということになっているのでラグジュアリーの要素もありながら今回のですね中身見ていただくと非常にこう本格的な SUV で妥協がないんですよね。まあ、そういった感じの歴史を積み重ねているレンジローバーの中でなおかつライバルと違ってこういった装備があるとかこういったかゆいところに手が届くような何かとかあと何といってもこのかっこよさですよね。めちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。こういう今クーペスタイルみたいなものが結構出てると思うんですけれどもこういう角張った感じなんですけれどもこうあまりにもこう現代風にオマージュされている感じでもなくですね昔のイメージを残したまま、正常進化しているという感じの車で今回のこのオートバイオグラフィーに関してはこれだけ希少な存在感というのがあるので、実際乗った時にですね、まあ、被らないんですよね。あの人も乗ってたこの人も乗ってたっていうことにやっぱならない車ではないかなというふうに思います。たくさんの選択肢がないという中でですねこういった YouTube などで、この情報を取っていただけるという感じになっていると思うんですけれども、まあ、そういったですね、ところでこういったその希少な情報っていうのをこれ、まあ、ディーゼル車1台ガソリン車1台のご紹介をさせていただけるというのが今現状なんですけれどもお一人にしかですね車の上お取引というのはできないというところもありますので、ご縁いただける方はですねまずは、お問い合わせをいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。